インテルプレゼンツストリートファイター5チャンピオンエディションプレイング東京ボリューム0、本日実況そして司会を務めさせていただきますアルです。よろしくお願いいたします。さあそして、私と一緒にですね、実況そして解説そして、盛り上げていただくこちらの方をご紹介します。はい、こちらどうぞ。はい、どうも、ゴールデンボンバーの歌広場潤です。はい、歌広場さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。これね、僕ね、オンラインでゲームすればいいってだけ聞いてるんですけど、はい、このイベント、まあ、イベントなんですよね、うん、イベントなんです。こちらプレイング東京ボリューム0ということで、まあ、このボリューム0なんて知ってるわけないから誰も間違いない。ゼロなんでしょ、初めてやるんだから。初めてどんなイベントなのか教えてください。はい、まあ、簡単に言いますと、うん、e スポーツとパーティーをつなぐ、まあ、クロスオーバーなライブストリーミングイベントということで、横文字がいっぱい、まあ、なんていうか、みんなで一緒に、こう配信を見ながら楽しもうよっていうものの新しい取り組みだと、DJ、VJ を聞きながらこのエキシビションも楽しもうっていうような。 DJ とかってまだ僕本当音楽のことわかんないんですけど。いやめちゃくちゃモテそうですねそれ。いや、まあ、情報量が多いってことはよくわかりました。はい、ゴールデンボンバーの人じゃんこの人。いやいや、ゴールデンボンバーで何もやってないからね。紅白出てるし。紅白はね、出るだけは出たんですけどね。いやキチパー、そしてトラボ選手、さあこちらお二人どうぞ。さあ来ましたね。はい、ソーシャルディスタンスということで、でですね、ここからもう試合に入っていただきたいんですが、やっぱり試合の前に一言ね、伺いたいですよね。トラボくん、それ自宅？愛情派園。何？なん、すげえとこ住んでるね。不思議な思い物のとこに。はい、うん、面白いんで。はい、おー、すごいね。なんかいいね。吉田くんも自宅それ。そうですね、なかなかいいとこに住んでる。すごいね。2人ともなんかカラー出してきたね。なるほどね。はい、さあいよいよ始まる5試合選手インテルプレゼンツストリートファイター5チャンピオンエディションプレイング東京ボリューム0、キチパー対するはトラボ、いってみましょう。お願いします。これですね。さあマイステップ、そこからの CA、 これでまずは1試合。さあ戦闘モードの方に入っていただいて、はい、でですね、歌広場さんの方はもう歌広場選手とここからなりますので、実況解説の方はですね、心強いこの方にご協力いただけるということで、来ていただきました Z さん。Z さん、いた Z さん。あ、もしもし聞こえますでしょうか。もしもし、はい、顔面が映ってないですね、ちょっとね。お前や、ちょっと、はい、顔面の方、はい、こんなもんでいいですか。あ、そうですね、あ、こんなもんでお願いします。はい、改めまして、改めまして板橋投げです、お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、歌広場潤対新庄くんのこのマッチは、私実況そして、解説に板橋投げさんに、入っていただくことになりました。はい、歌広場潤対新庄くん、リベンジなるか、いってみましょう。さあ画面間に合いました、ありがとうございます。はい、さあ因縁の龍拳対決、両者はジャージを着ているというところですが、今回は3試合選手で行ってまいります。早くなる、うお、見てから竜巻、すげえやってますね、玉抜け一戦。そして新庄くんが現れた。すげえやってますね。うなずいてますね。これはまたもや発動真空相打ち OK の形。これ何回やんの俺これ。勝ったのは新庄くん。これ、いや強かった。お見事。もう試合は始まります。インテルプレゼンツストリートファイター5チャンピオンエディションプレイング東京ボリューム0スペシャルエキシビジョンマッチ、板橋ザンギフ対ネモユリアン、いってみましょう。お願いします。これ3日間が当たったら終わります。あー、いっちゃおけ、爆弾処理成功はネモ。さあこのスペシャルエキシビジョンマッチファイナル、勝ったのは5対2ネモユリアン。
テルプレゼンツストリートファイター5、ごめんなさい、ストリートファイター5チャンピオンエディション、プレイング東京ボリューム0、はい、終了のお時間となりました。たくさんの選手の方ですね、出ていただきましてありがとうございました。そして歌広場さん、倉持さん本当にありがとうございました。これみんな最後画面上に出てきますかね。皆さん出てきていただけますね。はい、あ、出てきた。ありがとうございます。リモートっぽい。ザギザギザギ。あ、新宿もいる。あれ、動かしてない。ザギザギいないよ。真ん中にいる。あ、いた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 。あ、いたいた。よかったよかった。どこから出てきたの？横から出てきましたね。はい、ということで、本日ご参加いただいた皆様もこういう形でテレワークだとね、見せることができるというところで、あ、新宿くんがチケ。あ、可愛い。はい、ということで皆様本当にありがとうございました。オフでこう同じ熱気の中でやるっていうのとは違うから、それをこうどうこうエンターテインメントとして昇華させていくかっていうのはちょっとこれからの僕らが取り組むことなんでしょうね。まあそうですね、オンラインならではのやっぱやり方っていうのも座組っていうのも絶対あると思うんで、そう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 、ぶっちゃけ空気感がわからないっていうのがありますからね。うん。